よし、こんばんは。フォーミートジャングルトップ AD キャリー AD キャリー。誰が？大佐そう坂田さん。ああいや。大体トップに埋めちゃってたから。いやいいんですよ。だから僕だから今レート上げるときはずっとトップレーンやってるんで。ああじゃあ。全然トップレーンでいいんです。ただトップもまあそうなんていうゴールドまではあるけど。俺ここだったら自信があるぜっていう感じじゃないですっていう。いや、ね、自信あるからそれでラックを回していると信じます信じるとか思うけどな。トッププレーナーが一番プールが広いんですね僕。うーん、トップとサポートが一番多いかな。メイディキャリーはエディキャリーまずチャンピオンプール自体が少ないもんで、なんか逆ですね。なんか HC ってレンジだからなんか割といろいろ使える人がいる。いやーそんなことない。今だったらザヤとカイサとアッシュで3体ぐらい使えれば、うん、十分だと。うん。で上手い人はそのケイトリンとエズリアル。ケイト？ケイトリンは結局古いチャンプで、うん、あのレンジが長いじゃない。から AD キャリーで自信のある人はケイトリンかエズリアルかで大体2択。ケイトは簡単だから。ケイトリンはやらない方がいいって言われました。簡単だから。うん。足が基本が詰まってるから足で。ケイトはレンジが一番長いから他の ADC できなくなるって。そうできなくなる。難しいです。あの距離感が全然違います。ケイトリンすごい楽ですもん。まあその分いっぱいクリックしてる。そう思うでしょう。いや、わかんない。最初にケイト練習してましたけど。いや、ケイト練で練習するの僕、おすすめなんです、ね。まあ、ブリンクあるし。考えが。そう、ブリンクがあるのを使うのが良くないって言われましたね。ブリンクがあるから、おすすめなんです。ブリンクないやつできなくなるから。僕はブリンクがあるから、おすすめなんです。まあまあ、確かにね。使える ADC を増やすって、1個でも持ちたいってなったら、ケイトリンできたらいいのかもしれない。うん。ケイトリン、エディキャリー別にないんじゃねえし、1体だけ使えればいいやって言ったら、うんうんうん、ケイトリンが1体だけ使えるのがオス。何でも出せそう。でも今本当見なくなったな、ケイト。ただその他のロールもそうですけど、うん、あ、間違えた。例えばケイトリンだと相手しにくいジャンプとか。誰だ、うん、ザヤ、まあそのまあレーンでタイムする、まあ、ザヤとか OP チャンプ勝てないなーっていう時もあるし、あのムンドとか、うん、ガチガチの硬いチャンプもう結構抜きにくいんで。ああ相手のチームにいたらってことですね。そう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 、なんでそういう時にあじゃあベイン使おうかなーとか。ログインできました普通に。夕方ちょっと一回ログインできなかった時があって、それはよくわからないですね。台風の影響でなんか出てる。おお。
人がストップ。あ、セルピンとか来ないしな。あ、ごめん。いらんこと。誰か来てるか。でもトップいいときだ。人間が足に来てるあれは何だ。靴よ。靴欲しい。赤いやつ絶対俺に似合うはず。このへこんでるとこに立ってやることができるんですね。そう思うでしょう。俺それできないんですよ。まあ私も最初できない。あります。誰だ？ミッドじゃないのか。間違えた。上だ。十分。ああ。うん、なんもできない。なんと中途半端な。人だけで全然良かったのに。パンティオンが401。
あ、ボットに来てるかな、じゃあ。ん？どっちだ？こっちじゃないの？本当に。草むらにも目はあるのよ。こういうの。警戒しろよ。さよならザック、お前はいいやつだ。セントロゴの前に死んじゃった。敵を倒しました。本当に敵のアストロゴ。何もかもを感じたい。生きるってのはそういうことさ。あ、こっち、こっち、こっち。入ります。
ちょっとずつお金足りないんだよな。え、大丈夫？折れます。これは大胆になれるんだ。味方のタワーが破壊されました。本当に目を開いた。敵を倒しました。味方が倒されました。ここらの森を見てみな。自由が見える。そしてミュージックが聞こえるぜ。野草のウルトが農業3人さっさと盛り上がろうぜ。ちょっとやばいかも。さらにはこコンピオンが上。マナがねえや。
行ってもいいけど、さよならザック。スライダーこそ落ち込むのをやめてゴージャスに振る舞うんだ。本当だぜ。いやこのボルトが降る前ですかね。の方に俺のダンスって死人が出るほど最高だろ。プランに従うな。くっぱなしてすげえな。ドラゴンか。うん、取れるかな。待ってー。あれダメだった？乗れなかった。すいません。ちゃんとなんかじゃ若干あれかなと思った。いや範囲で。あれモーションもうちょっとちゃんと出ない。あれなんですかね。B 押さないとダメなんじゃないかな。いや B を押してリコールモーション入ったんだけどな。アイの中で。いやー二人だからあんまり痛くない。あら、終わってしまった。ちょっと休憩してくれたな。ディフィート。やっぱ9時、9時に人が集まるかもしれない。9時。じゃあ一息休憩してきて。あ、いってらっしゃい。ありがとうございました。うん、おつでーす。